アルビセグリッティアルビーゼグリッティは、ベネツィア共和国出身の政治家。名前表記は、アローイッソ、ロディビゴト多数の例がある。ベネツィア共和国の同時であったアンドレアグリッティの諸子。重福のためベネツィアで養殖につけなかった。1526年8月、モハやチの戦いで、ヤギエウオケのライオシュ2世が戦死した後、サポヤイアーノ主に仕えた。 もともと、ヤギエウオケとハプスブルク家の間に結ばれたウィーン条約により、ラヨシュ2世の死没後は、ハプスブルク家のオーストリア大公フェルディナントが大いにつくはずであった。しかしマグナートはこれを支持せず、国王選挙の結果、少数派により、フェルディナント大公が多数派に、トランシルバニア公サポヤイアーノ種がそれぞれ選出された。 フェルディナント大公は武力によりサポヤイ派の排斥を試みた。サポヤイ派が望みを託したのは隣接するオスマン帝国であった。1527年、アルビーゼはオスマン帝国のスレーマン一世及び大宰相イブラヒムパシャと初めて会見する。サポヤイ派はスレーマン一世を動かすことに成功し、1529年夏には スレーマン一世が15万の大軍勢を引き、ハンガリーを制圧するとともに、ヤーの主一世を侵入させた。そして、第一次ウィーン包囲が行われ、旧教と新教の対立が激しいキリスト教諸国に衝撃を与えた。ウィーン包囲自体はオスマン帝国の撤退に終わったが、フェルディナント大公も妥協し、ハンガリーは分割され、ヤーの主一世の王位も承認された。 1534年10月、トランシルバニアのメディア史において、アルビーゼは民衆の放棄により殺害された。ありがとうございます。